そして今日のね、メインピックアップニュースね、沢村選手ね、日本に向けて復帰っていうところでは、まあこれはもうね、時期的にももうここがギリギリのラインだったと思うんだよね。まあもちろんね、アメリカでいい契約を結べてれば、アメリカでね、継続してやっていくっていうところが一番良かったし、それがね、基本線の交渉の仕方だったと思うけども、多分そのメジャー契約っていうところが、もしくは自分の望む契約っていうところが、まあうまくまとまらなかったんだろうね。で、そうなってくると、もうね、来週からプロ野球もね、日本のプロ野球もキャンプインっていうところでは、やっぱりここがね、デッドラインだったのかなと。で、ここでね、まあいい契約がまとめきれなかった、取れなかったっていうところで、まあそんで年齢もね、34歳だから、今年35歳なのかなって考えると、もうね、そんな悠長にメジャーでもう一回下積みからしてっていうほどの時間も限られるしね、残りプロ野球人生って考えるとね、でそう考えたら、まあこの日本復帰っていう判断はね、正解だったんじゃないのかなと。まあその中でね、フルスロッテにね、戻ってくるっていうところで、メジャーに移籍するときにね、もし日本に帰ってくるんだったらロッテっていう風にね、言ってて、これはリップサービスなのかどうなのか、またそんなのメジャーに行って帰ってきたら、お金で行くんじゃないのかと思いきや、本当にね、良心的な気持ちで。ロッテにね、帰ってくるっていう環境面も含めてね、やっぱロッテで戦った2年間が良かったんでしょうね。本人にとっても。そういった面ではね、いきなりのビッグニュースだったから、どこと交渉とかいろんなことなかったけども、まあ裏でね、やってたと思いますけど、そこでね、ロッテに復帰、帰ってくるっていうのは大きい。しかも、昨日のね、動画で、もう世の中の人に、まあ里崎知ってただろうって言われてもね、おかしくないような出すタイミングの妙っていうね、12球団ね、サバイバル選手は誰だっていう動画を12球団分出すんで、ですけども、で一発目がねロッテっていうところでね、でロッテのね動画が上がってから報道が出るまで、約8時間後夜中の3時にねネット上では報道がね、出てたんで8時間後にね日またいですぐにね沢村ロッテ復帰出るっていうね、で動画の中でロッテ、後ろの方程式、全部空いてますよ、ガバガバですよ、どうするんでしょうね、そこがポイントのサバイバルポジションって言って沢村復帰っていうね、これ1日遅かったらお前何言ってんだよみたいなね、テロップで沢村選手ロッテ移籍が決定しましたのでみたいなね、入れなきゃいけなかったところがもういい感じのねフラグ回収みたいなね、感じでネットでもつぶやかれてましたけども、もう里崎知ってたからわざわざこのタイミングで出しただろうみたいなね、もうタイミングで言えばもう完璧、もうほんとドンピシャで、もうヤマハって2005年プレーオフマハラから、リーグ優勝を決める逆転のツーベースを打ったインコースストレートをヤマハって打ってドンピシャだったみたいなね感じですけど、里崎何も知りませんよ、たまたまです、スーパー偶然の一致です。何も知らない中行われましたけど、でもこれはね大きいね、この決断はロッテにとってはめちゃくちゃ大きいね。まあその新外国人選手がね来るって言っても、その外国人選手がねどうなるかって、正直ねうまくはまればいいけども、うまくはまらなかったらねどうなるかっていうところはね、でうまくはまらなかったらねちょっと後ろガバガバでやばいなっていうね状況だった中でね、だからロッテも昔いたよ、もう後ろにねアブレイユとかボミの聞いたけども、ほんとどうやっておったんだよみたいなねところあったけどもね、だからその日本人の中でとりあえず形を作って外国人選手がハマったらラッキーみたいなね感じで、まあオスナがねソフトバンクに流出したっていうところではね、この沢村の復帰によってまあこのね一つのピースっていうところはね埋まったんじゃないのかなっていうね、だからって言って全部が埋まったわけじゃないからね、ここら辺どうなっていくんだろうっていうね、で沢村の成績から考えるとね、ボストン行ってから本当にね大谷のせいでね、せいでっていう言い方もおかしいけども、大谷の存在でね沢村めちゃくちゃ頑張ってて、いい結果めちゃくちゃ出して、ポストシーズンも出てんのに日本でほぼ報道されないっていうね、されてもちょっとみたいなねところで、本当に大谷翔平に全部ニュースを持っていかれてね、日本では、ほぼよっぽど見たい聞きたい人しかなかなかその素晴らしい活躍っていうのは報道されてなかっただけで、本当にねボストンでもまあ去年もね49試合登板だから、約2年連続で、ね、55試合49だから2年連続50試合ね登板に、出場して投げてるっていうところでは、このタフネスマンっていうところはね健在、まだまだ元気だぜっていうね。で若干気になるのがやっぱりね、フォアボールの数が、まあ、日本に いた時の倍近く、まあ、1.6 倍ぐらい7倍ぐらいあるっていうところは若干ちょっとねここら辺の心配、まあでももともとジャイアンツの時からね制球ハマれば、ロッテにいた時もねストライク先行できればもう鬼に金棒だし、ちょっとボール先行するとね若干ボロさはあるっていうところはあるけども、まあここら辺がねしっかり修正していければ球の力強さね、素晴らしいものもあるし、で若干気になるのはね冒頭の数がねメジャー行ってから8個8個とね多
多いんだよね。イニングから考えるとね、もう多いの8個はね。ここで考えると沢村の球があまりにも暴投なのか、もしくはキャッチャーが下手くそだったのかっていう問題あるけども、多分これはね、もうキャッチャーが下手くそだったと思いたいっていうかね、思う。俺は見てないからわかんない。でボストンのキャッチャーが誰かも知らない、正直ね。だからどんな素晴らしいやつかもわかんないけども、これはもうキャッチャーに問題があると、もうね結論付けます。だからここら辺はね、マスカーも頑張んなきゃいけないね。去年もやっぱりマスダの時に結構後ろにそらすの多かって、それでねマスダがピンチを迎えて失点したっていうパターンも結構多かったからね。だからそこら辺はそのリリーフ投手陣も含めて一定の投手だけの球を完璧に受けてるだけじゃダメだからね。まあここら辺はちょっとロッテのキャッチャー陣も頑張らなきゃいけないっていうところはあるけども、まあこの復帰はね大きい。しかもそんな落ち目になってくるわけじゃないからね。まだ元気、タフネスで球もいいで、スピリットも落ちる、完璧。8回決定。9回は多分ないと思うんだよね。多分8回だね。8回決定でいければね、素晴らしい。これはもうロッテにとってね、キャンプ前非常にいいビッグニュースだったと思うし、昨日ね動画出したやつまだ見てない人は見てもらいたいけどね、本当に投手陣後ろっていうのはね若干まだ苦しい。毎年方程式がね毎年変わっていくっていうね、2年連続活躍するやつがほぼいないっていうねところで苦しいね方程式っていうところがねある中で、オスターも出ていって、で増田がね今年は去年の2の前になんないようにっていうところでね頑張ってくるだろうし、でそこで沢村が入って固まればね、そういったところがガチッとねリリーフでハマってくれればね、主人はいいんでね、あと打つだけっていうところになりますけども、そちらはねロッテ編ねサバイバルポジション出てますから、ぜひね皆さん見ていただきたいと思います。